はい、どうもこんです。ということで今回はついにね、ゼンディカの夜明けの新情報が解禁されたということで、個人的に特に気になったものを中心に動画を作ってみました。エクスパンションの発売日が9月25日なのですが、3度目のゼンディカが舞台のセットということで、昔からねやってる方にとってはかなり期待されているセットではないかなと思います。今回もねいろいろと目玉はあるのですが、なんといっても久々のエクスペディションが収録されるということで、ワクワクしている方も多いのではないでしょうか。今回もエクスペディションはかなり豪華なのですが、フェッチランドに加えて魂の洞窟や不毛の大地も収録されるということで、コレクターにとってはたまらないパックになっていますね。そして噂されていたデュアルランドなのですが、なんと両面カードでのデュアルランドということで、今までにない形の土地として驚いた方も多いのではないでしょうか。この赤枠で囲まれたものが、両面でセットになっていて、プレイする際にどちらかを自分で選べるという形になっています。正直この土地に関してはかなり強力だと思っていて、基本土地タイプこそはないのですが、スタンダードにおいては、多色デッキの安定化にかなり貢献するカードになっていますね。さあ、そしてここからは気になったカードのピックアップになります。まずはこちらですね。5万46のクリーチャーなのですが、パーティーを構成するクリーチャー1体につきコストが軽減されるということで、構築次第では3ターン目に3マナで出すことができる強力なクリーチャーになっています。パーティーっていうのが、ウィザード、クレリック、戦士、ならず者の、クリーチャータイプなのですが、今回はこのパーティーがキーワードとしていろんなカードで収録されているようです。単純に3マナ46はバニラでもそこそこのスペックですし、4マナでカードを最大2枚サーチできるということで、多色のパーティーデッキが組めるのであれば間違いなく使われるカードかなという感じですね。さあ、そして次がこちらレギオンエンジェル。4マナ43飛行のクリーチャーなのですが、場に出た時にサイドボードから同盟カードをサーチできるという能力を持っています。確定でアドバンテージが取れるのはかなり強いんですが、スペック的にどうかという感じではありますね。特にタフさんというのは対アグロにおいては、チャンプブロッカーにしかならないサイズなので、アグロ環境になるのであればなかなか厳しいかなという印象はありますね。さあ、そして待望の新ミスターですね。4マナで初期中精度が4、上陸するたびに中精度がアップするという、錠剤型の能力を持っています。プラスで土地を33、200速攻にして、マイナスで墓地か手札からクリーチャーをプライチカウンターが2個乗った状態で、場に出せるという能力を持っていますね。このニッサに関してはね、出たターンに盤面にほぼ干渉しないということで、今までの傾向からすると扱いづらい感じはするかなと思います。一応ねプラスで、土地をクリーチャーにすることはできるんですが、5マナニッサと違ってターン終了時までの効果ということで、ブロッカーとして立たせることができないということで、なかなか、使いづらい印象はありますね。マイナス5はね結構面白い能力ではあるんですが、自分がコントロールする、土地の枚数以下のマナコストのクリーチャーということで、高マナ域のね、踏み倒しはできないということで、そこまでぶっ飛んだ性能というわけではないですね。中精度はねかなり上がりやすいということで、かなり対処は難しい、プレインズウォーカーではあるのですが、能力自体はねやや、控えめな印象はありますね。面白いプレインズウォーカーではあるので、環境初期においては、試されることはあるのではないかなと思います。さあ、そして次がこちらタジュールの模範。2マナ32のエルフで、場に出た時にこれがキッカーされていた場合、ライブラリのトップ6枚を公開して、その中から、共通のクリーチャータイプを持つカード1枚を、手札に加えることができるという能力を持っています。見た通りね、パーティーデッキで使えるカードになっているんですが、2マナ32ということで、序盤のアタッカーとしてそこそこ優秀で、終盤にはねキッカーでサーチが可能ということで、割と強いカードではないかなと思います。パーティーデッキが組めるのであれば、ほぼほぼ確定枠になっている形ではありますね。クリーチャータイプがエルフということで、格納性としてはね、低いかもしれないですが、エルフロードなんかが来ると、また化けそうな感じはありますね。何せよねキッカーがついたカードは基本的に強いので、標準以上のスペックを持ったこのカードは、間違いなく使われていくのではないかなと思います。さあ、そして次がこちら絶望の褒章。5マナのソーサリーではあるのですが、パーティーカードということで、パーティーを構成するクリーチャー1体につき、マナコストが軽減されます。ライブラリからねカードを1枚、探してくるカードなのですが、
なんとね、パーティーが全員揃っている場合、自分の手札から、点数で見たマナコストが4以下の呪文を、フリーで唱えることができるということで、パーティーデッキがね、組めるのであればかなり強い、カードになっていますね。まあ、要はパーティーが全員揃っているのであれば1マナで、確定で、ライブラリーからカードを探してきて、さらにその呪文をね、そのままフリーで唱えることができるということで、まあ、割とというか、まあ正直ね、このカードに関してはぶっ飛んだ、性能を持っているかなと思います。まあ、全てはね、パーティーデッキが組めるか次第ではあるのですが、単純にね、パーティーが3体とかだけでも、揃っていれば、2マナで確定サーチができるということで、まあ、それだけでもね、普通に強いカードではありますね。まあ、このカードに関してはね、正直、かなり化ける可能性があるカードかなと思います。さあ、そして次がこちら、最後の知能さドラーナ。5マナ44飛行で、こいつが攻撃するたびに防御プレイヤーは、あなたの墓地から伝説でないクリーチャーカードを1枚選んで、プライスカウンターが追加で1個置かれた状態で、それを場に出すことができます。まあ、まずね、5マナ44飛行っていうスペックがね、かなり微妙で、能力自体はね、かなり面白いカードではあるんですが、正直構築レベルではなさそうな、感じはありますね。まあ、基本的には5マナクリーチャーになると、それ1枚で勝てるレベルのスペックが要求されるのですが、44飛行っていうのが4マナスペックですし、能力もアタックしないと誘発しない上、防御プレイヤーがカードを選べるということで、かなり微妙な感じがしますね。基本的に場に出た時に仕事をしない高マナ行きのカードは弱いんですが、ガガロスや悪残の天使なんかと違ってブロッカーとしてもかなり貧弱ということで、なかなか使うのが難しそうな印象ですね。まあ、能力自体はね、結構面白いので、どちらかというとカジュアル向けのクリーチャーかなと思います。さあ、そして最後がこちら、ヴァラクート・アウェイキン。サマーのインスタントなのですが、土地としてもプレイすることができるカードですね。自分の手札から任意の枚数をライブラリーボトムに送って、その枚数プラス1枚を引くことができるというカードです。このカードはね、正直かなり強いと思っていて、タップインではあるのですが、要は都市換算ができて、かつマナフラ対策もできるカードということで、赤いデッキであれば確定で1枚は入るカードではないかなと思います。特にね、グルールであったりアドベンチャーデッキにおいては、かなりの強化パーツになるのではないかなと思いますね。特にアドベンチャーにおいては、とんでもないマナフラをすることがよくあるので、こういったカードが1、2枚入っているとかなり、強いルーティングをすることができますね。グルールなんかにおいては試合が長引いた場合や、対コントロールでクリーチャーが尽きた終盤なんかに、かなりいい働きをしてくれるのではないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。強力なカードやね、面白いカードが目白押しということで、ガチ勢の方もカジュアルな方も楽しめそうなセットになっているかなと思います。ということで今回は以上になります。よかったらね、高評価とチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。それではまたね。